先ほど三段坂で、電動アシスト自転車、ヤマハのパスと電気を使わない、アシスト自転車フリーパワーの走り比べをしたんですけど、もう一つ、ドコモのシェアサイクルでちょっと試してみたいと思います。この近くで借りられるところがあるので、ドコモのアシスト自転車を借りてみたいと思います。よし、ここにありました。とりあえず90、これでいいや。これ借りるでしょ。このパスモで確か登録してあるから、スタートをしてカードをやって読み取りして、これでいいんじゃない。 OK。ドコモは、ちょっとブリヂストンの自転車だね。よし、よし、じゃあドコモにさせてもらう。登録で、よし、本気で上がると。せーの、ブリヂストン。ここからほとんどつかないアシスト。2にして、切れ切れ。到着。しました。どうかな、さっきとどうかな、ヤマハのパスと比べて、ブリヂストンのこの電動アシストはそもそもちょっとタイヤが小さいし、もう一回やりましょう。そう、最初だけ結構あるもんね。最初はアシストが効いてここまで来ると、よいしょ、ゴール。今日返しに行きます。ゆっくり走るときにアシストが効いてすごく楽です。速く走るとアシストとかサポートされてないので、天気も回復してきた。よし、それではもう一度この三段坂行ってみたいと思います。レッツゴー。なん疲れてきたんだ。よし、ちょっと シェアサイクルの2台の、電動アシスト自転車、ヤマハのパス、ブリヂストンの、小さい自転車と、あと、この、フリーパワー搭載の、3つを乗り比べてみました。どれがどうってことはないんですけど、やはり一番この3つ、強力にアシストが効いて乗りやすくて坂が一番上がりやすかったなと思ったのは、やはりタイヤの大きな、電動アシスト自転車のヤマハのパスです。今回3、車種乗り比べて、思ったのは、結局ギアではもちろん、細かくギアがついてるのがあるんですけど、その次が効いてるっていうことはそんなにないのかなと思います。ちょっと感覚でしかないんですけど、結論としては漕ぐ人の脚力によって坂道のこう攻略の仕方が違うということが分かりました。電動アシストは、電動バイクではないので、最初の漕ぎ出しだけこうアシストしてくれるだけなので、それ以上はやはりちょっと電動アシストでも坂道って結構大変なんだなと思いました。はい、そんなんです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。
この度は、マルモ佐藤純のチャンネルの、チャンネル登録者数が、1000人を超えました。日頃の、ご視聴者様の、おかげでございます。これからも、面白い、EV なり、会社の、ことや、個人の、ブログ、旅等の動画も上げていきますので、よろしくお願いします。